歴代屈指のセンターが揃う90年代、多くのチームがセンターを中心に据えて強豪へと駆け上がっていきました。1997-98年のシーズン、年俸トップ10には実に6人のセンターが名を連ねています。またこうしたセンターに対抗すべく、サイズのあるセンターが重宝され、実力以上のドラフト指名、高額契約が結ばれていたのもこの時代の特徴です。90年代の NBA はマイケル・ジョーダンというスターが活躍した一方で、偉大なセンターがしみき合っていたセンターの最盛期とも言えます。ということで今回は90年代のセンターランキングトップ10を紹介したいと思います。まずはじめにランキングにあたっては以下の点を考慮しています。その上でアメリカのスラム誌やブリーチャーレポートの特集などを参考にしています。またシャキール・オニールのような特に2000年代に活躍したセンターについては、90年代に限った実力での評価にしています。第10位、ロニー・サイカリー。マイアミヒート史上初めてドラフト指名されたサイカリーは、2年目の1989-90年のシーズンに MIP 賞を獲得。その年から5年連続で平均ダブルダブルを記録するセンターとして活躍しました。90年代に平均 15.2 得点、9.7 リバウンドを残したサイカリーは、211センチの長身ながら速攻の先頭を走ることができる運動能力を誇っています。加えてローポストでのスピンムーブを得意とし、スピンドクターとの異名を持ちました。レバノン出身のサイカリーは誕生して間もない球団に所属していたこともあり、この後に紹介する選手たちと比べると若干知名度は劣っていたのかもしれません。それでも1996年に行われたジャパンゲームスでプレーしていたこともあり、馴染みのある選手の一人とも言えるのではないでしょうか。90年代終わりには怪我に悩まされることになります。しかし彼のエネルギッシュあふれるプレーは常にチームにエナジーをもたらし続けました。ちなみに引退後の彼は音楽プロデューサーや DJ という全く別のフィールドで活躍を続けています。サイカリーの他にトップ10候補に上がるのが、ヨーロッパ最高のセンターと言われながら NBA デビューが遅かったアルビダス・サボニス、80年代セルティックスの黄金期を支えたチーフロバート・パリッシュ、ブレザーズのファイナル進出に貢献したケビン・ダックワース、そしてケビン・ウィリスといった面々です。中でもウィリスはセンター、パワーフォワードと兼任ではあるものの、ホークス時代オールスターレベルの実力を誇っていました。決してシュートが得意な選手ではありませんでしたが、フックシュート、ターンアラウンドシュートなど限られたスキルを駆使して平均15得点以上をコンスタントに記録します。1991-92 年のシーズンには負傷したドミニクに代わってエースとして奮闘し、平均 18.3 得点、さらにロッドマンに次ぐリーグ2位の 15.5 リバウンド、オフェンスリバウンドを5本以上も稼ぎ、オールスター、オール NBA にも選出されます。さらに94年にはホークスの大黒柱としてチームをイースタンカンファレンストップの57勝に導きます。90年代後半には次第に存在感を失っていきますが、オラジュワン、バークリーが長期欠場したロケッツ時代の98年には35歳とは思えない見事な活躍を披露します。第9位、ブラディ・ディバッツ。センターの中でトップレベルのアシストを記録するヨーロッパ出身のセンター、国際大会でも経験豊富なディバッツは2年目の1991年、 NBA ファイナルでも攻守にわたって活躍します。最も活躍した1994-95年のシーズンには平均16得点、 10.4 リバウンド、 2.2 ブロック、さらに 4.1 アシストを記録するなどオールラウンドに活躍。216センチの長身を誇りながら機動力に優れ、抜群のボールハンドリング、柔らかいシュートタッチを持ち合わせ、時にはセンターでありながらプレーメーカーとしても活躍します。またスリーポイントも放つことができる彼は現代センターの走りとも言える存在です。若手が中心のレイカーズやキングスではチームの精神的支柱としてリーダーシップを発揮、多くの選手から兄貴分として慕われてきました。第8位、リック・スミッツ。ディバッツと同じくヨーロッパ出身のセンターであり、223センチの長身を誇るスミッツ、その長身から放たれる柔らかいシュートは
ブロックが困難である上、高い確率で決まります。さらに長い腕から繰り出されるダンクシュートは、試合の流れを変える強烈なインパクトを残しました。体力不足、リバウンドの弱さ、ファールトラブル、怪我勝ちといった多くの課題を抱えていましたが、1993年、ラリー・ブランがヘッドコーチに就任してからは飛躍を遂げ、95年のプレーオフではユーイング、シャックとも互角に渡り歩き、イースタンカンファレンスを代表するビッグマンの仲間入りを果たします。さらに1998年にはオールスターにも選出、平均 15.4 得点、 6.1 リバウンド、 1.2 ブロックというスタッツ、これだけを見れば物足りなさを感じることは否定できません。それでもマジックで活躍していたシャックは、ユーイング、ロビンソン、オラジワンとともにスミッツをリーグを代表するセンターの一人として挙げています。90年代だけでもペイサーズは4回のカンファレンスファイナルに進出。そのチームの2番目の得点源であり続けたスミッツは、この時代を代表するセンターの一人です。第7位、ブラッド・ドアティ。センター最盛期の90年代において、ドアティは最も過小評価されたセンターと言えるかもしれません。94年までの5シーズンのスタッツは、平均 19.8 得点、 10.2 リバウンド、 3.6 アシスト。特に91年からは3年連続でオールスターに選出され、92年にはオール NBA サードチームにも選出されています。さらにフィールドゴールパーセンテージが高かったことも見逃せない点です。基本に忠実であるがゆえ、派手さには欠けるクロート好みのセンターであり、また見過ごされがちではありますが、ドアティはキャリアを通じて平均3アシストを下回ったことがありません。90年代前半、ドアティがいたからこそキャブスは強豪であり続けました。不運にも怪我のため28歳で現役を退くことになりますが、それでもドアティが素晴らしいセンターであったことに多くの人が納得をしているはずです。第6位、ディケンベムトンボ。218センチという身長を武器に、非常に高いブロックやリバウンドを量産する守備型センターであるムトンボは、センターの宝庫とも呼べるジョージタウン大学の出身でもありました。1991年には全体1位指名のラリー・ジョンソンを差し置いて、ルーキーで唯一となるオールスターに選出されます。95、96年のシーズンには平均 4.5 ブロックを記録するなど、90年代だけで3度のブロック王を獲得、さらに3度のディフェンシブプレイヤーオブザイヤーを受賞しています。ぎこちないフックシュートから想像できないほど頭脳明晰であり、英語やアフリカ語に加えてフランス、スペイン、ポルトガルの5つの国の言葉を話すことができると言われています。彼の本名、ディケンベムトンボムポロンドムカンバジャンジャックアムトンボはあまりにも有名であり、また彼がブロックした際のパフォーマンス、フィンガーワックはこの時代を象徴するポーズです。第5位、アロンゾモーニング。ムトンボと同じジョージタウン大出身のモーニングは、ムトンボが守備に特化したセンターなのに対して、オフェンスでも力を発揮できるセンターです。デビューしてからの7年間で平均 20.9 得点、 10.1 リバウンド、3ブロックを記録、2度にわたりブロック王を獲得、さらに99年には DPOI を受賞するなど、そのディフェンス力は相手にとって脅威でした。またオフェンスでは筋骨隆々な肉体を駆使し、ゴール下までの道のりをこじ開け、ダンクシュート、フックシュートで得点を量産、さらにミドルレンジからもシュートを放つことが可能です。208センチとセンターにしてはアンダーサイズではあるものの、熱血感あふれるプレースタイルはそのハンデを補ってあまりあるものでした。98年には乱闘によりシリーズ敗退の戦犯になるなど、感情をコントロールできないことが彼の課題の一つとも言えました。それでも99年にはオール NBA ファーストチームに選ばれるなど、リーグを代表するセンターに成長するモーニング。それだけに彼の病による欠場は、2000年代のリーグの勢力図を変えたと言っても過言ではありません。第4位、パトリック・ユーイング。90年代の強豪ニューヨークニックスの中心にいたのがパトリック・ユーイングです。平均24得点、11リバウンド、 2.7 ブロックを記録し、8回のオールスター、4回のオール NBA セカンドチームに選ばれる彼は、そのゴリラのような顔から想像できないほどの柔らかいシュートタッチを持っています。さらに守護神としても活躍をし、
攻守にバランスの取れた選手です。決して速いわけでもなく飛べるわけでもありませんが、1990年にはリーグ3位の平均 28.6 得点を記録。ジョーダンやオラジワンなどに行く手を阻まれ、残念ながら優勝することはありませんでしたが、それでも90年代で最も手のつけられなかったセンターであり、ニューヨークから愛されるキングコングです。第3位、シャキール・オニール。かつてガーネットがシャックへのディフェンスを聞かれた時、それは家の壁を支えているようなものだと返しました。テクニックだけで言えば、おそらくこのランキングの中で最低レベルの選手でしょう。しかしながら歴代屈指のセンターであるのは、インサイドを支配できる圧倒的な肉体を持っていたからです。90年代に残す平均 27.1 得点、フィールドゴール 57% はこのランキングの中でもダントツのものです。1992年のデビュー当時からすぐに活躍を果たし、デビュー3年目には得点王、そしてマジックを NBA ファイナルへと導きます。90年代だけで6度のオール NBA を受賞する彼は、 NBA 史上最高の素質を持っていました。しかしながらペニーへの嫉妬からエゴを捨てきれずにレイカーズへ移籍。プレーオフでは5度にわたりスイープで敗退を経験するなど、そのリーダーシップは疑問視されていました。そんな彼は90年代の苦悩を乗り越え、2000年代最強への道を歩んでいくことになります。第2位、デビッド・ロビンソン。提督とも呼ばれたロビンソンはレギュラーシーズン最高のセンターと言っても過言ではありません。パワー・テクニックを持ち合わせるとともに、フォワードのようなスピードを持ち合わせた90年代を代表するセンターである彼は、平均 24.4 得点、 11.5 リバウンド、3.3 ブロックという素晴らしい活躍を残し、さらに人格者としても知られています。8回のオール NBA 選出をはじめ、得点王、リバウンド王、ブロック王の3つのタイトルを獲得した NBA 史上唯一の選手でもあり、 DPOY、 さらに MVP も受賞とあらゆるタイトルを保有しています。1994年には得点、リバウンド、アシスト、ブロックで2桁を記録するクワドルプルダブルを達成し、14回のトリプルダブルはセンターとしてナンバーワンの記録を誇ります。ロビンソンが入団する前年、21勝だったチームが56勝にまで飛躍したことをはじめ、レギュラーシーズンでは常にスパーズを上位に導いていたことは見逃せない点です。そしてティム・ダンカンと共にツインタワーを形成し、1999年 NBA 制覇を成し遂げます。唯一の弱点とも言えるのが勝負どころの弱さであり、第1位の選手との差もこの点にあると言えます。もし NBA にプレーオフがなければ、90年代ナンバーワンセンターに輝いていたのはデビッド・ロビンソンだったのかもしれません。第1位、アキーム・オラジュワン。パワー、スピード、テクニックに加えて勝負強さを持ち合わせたオラジュワンは文句なしのナンバーワンセンターです。90年代を通じて平均 23.9 得点、 11.6 リバウンド、 3.4 ブロックを記録するとともに、スチールでも 1.7 本を記録するなど、攻守両面で活躍できたのも彼の特徴です。1990年にはリーグトップの平均14リバウンド、4.6 ブロックを記録し、2度にわたり DPOI を獲得するなど、ディフェンスの名手としても君臨します。さらに8回のオール NBA、 94年には MVP を獲得するなど数々の賞を獲得します。またドリームシェイクと呼ばれたステップワークを駆使し、得点を量産し続けました。マイケル・ジョーダンが席巻した90年代の NBA において、ロケッツを2度の優勝に導き、いずれもファイナル MVP を獲得。その過程でユーイング、デビッド・ロビンソン、シャックというライバルセンターに勝利したことは、彼の評価を確固たるものにしています。90年代のセンターの中で間違いなくアキーム・オラジュワンがナンバーワンと言っても過言ではありません。ということで、今回は90年代トップ10センターを紹介しました。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。コメントや高評価、チャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。